ちは、障害年金コンサルタントの宮里です。日本では平成25年の1年間に27,195名の人が自殺しました。そのうち3分の2がうつ病だったと言われています。身近な人が自殺してしまうと、残された人は非常に辛い思いをすることになります。なんで気づいてやれなかったんだろう、傷ついているのは知っていたのに助けることができなかった。うつ病で自ら命を絶った人も苦しんでいたはずですが、残された人も自分を責め続けることになります。そこで今回は、自殺の危険があるときやうつ病発症時に発するサイン、兆候について話をしていきます。このような兆候があったからといって必ずしも自殺の危険が高いというわけではありませんが、複数の兆候が見られると危険性が大きくなっていきます。自殺の前兆。普段は真面目で責任感がある人なのに、急に無断欠勤をするようになった。急に口数が減った。周囲への関心がなくなっていった。テレビや新聞を見なくなった。妙に落ち着いた態度を取るようになった。身だしなみに気を使わなくなる。食欲がなくなる。身の回りのものを整理し出す。大切にしていたものを人に譲り渡す。ナイフや紐を買ったり隠し持ったりする。ある時期から突然否定的な言葉を口にするようになる。体調不良で精神的に不安定になる。実は私も仕事がハードだった頃、自殺の前兆の複数に当てはまっていたことがあります。電車に引き寄せられることも何度かあったので、今思うと危なかったのかもしれません。普段の私は非常にポジティブな人間ですが、過労で精神状態が不安定だった時には正常な判断ができなくなっていました。うつ病も同じです。やはり精神状態が正常とは異なっていますので、元気になれば何ともないはずなのに、ふとしたことで自殺を考えてしまうかもしれません。自分が死にたいと考えてしまった場合には、病気が原因で判断力が鈍っているんだなと考え、すぐには答えを出さないことが重要です。家族がうつ病の場合、ちょっとしたことで家族が自殺を考えてしまうかもしれません。平常時と比べて何が違うのかを見ていくとともに、家族にしっかりと寄り添うようにしてあげてください。